皆さんこんにちは、富塚優子です。今日もですね、不動産についてのお役立ち情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。これからですね、ちょっと10回ぐらいのシリーズで、私のこれまでのキャリアというんですかね、不動産に関わったきっかけ、どうして不動産を目指したのかとか、あと不動産でどんな学びをしたのかっていうこと、これを中心にお話ししていきたいと思います。プロフィール的なお話ですかね。はい。まず最初、今日は第1回目ですので、なぜ不動産なのか、私が不動産を目指した理由っていうところをお話しさせていただきたいと思います。私は小学校5年生ぐらいの時ですね、自宅は商売をやってました。おじいさんの代から始めた商売で、おじいさんは何回か、商売、何屋さんっていうのを変えてるんですね。お菓子屋さんをやったり、自転車屋さんをやったり。で、私が生まれた時にはおじいさんはガソリンスタンドをやってました。で、父親がそれを引き継いで、ガソリンスタンドをやってたわけです。ですが、悪い人は世の中にはいるんですよね。その詐欺の人に騙されてしまって、父親がお店を手放さなければならないという事態になりました。で、当時はですね、自分たちも住む家がなくなるんじゃないか、一家離散だというような、大変怖い思いをしたというのがあります。で、その時の自分の教訓、11歳12歳ぐらいの時の教訓ですよね。法律や、不動産、こういったことを知らないとも大変なことになると、もう人生終わりだぐらいの非常にショックを受けました。ですので、その時、将来自分は弁護士にならねばならぬぐらいの勢いでですね、もう絶対法律を勉強するというような決意を固くしました。で、大学に入って、大学も法学部入ったんですね。大学1年の時に私、行政書士っていうのを受かりまして、で、その後宅建も着々受かってですね、不動産業者さんでの、賃貸のご紹介のアルバイトとか、物件を作成し、物件一覧概要書ってやつですね、それを作成したりですとか、あと同時に不動産鑑定事務所でアルバイト始めました。で、実際鑑定の仕事はこうやってやるんだとかいうことをですね、実務経験をちょっと積ませてもらうということを始めたわけです。不動産鑑定士、結構難しい試験だったんですね、当時は。ですが、社会人になってから、1年目で私、その鑑定士の二次試験というのに受かりまして、で、不動産鑑定士、その後3次試験も受けてなっていくわけです。大学卒業して一番最初に入ったのがですね、国内で大手の、最大手の不動産コンサルティング会社というところで、そこは私と同様に鑑定士の人もたくさんいるところでしたね。資格を持っている人がたくさんいるところです。で、そこで12年ぐらいですね、評価ですとか、不動産の考え方、開発の仕方とかですね、そうした、いわゆるコンサルティング系のことを、みっちり12年ぐらい私やってたんですね。はい。いろんなところをやらせていただきました。高い高層ビルの屋上に登ってですね、その物件を調査したりですとか、あとは皆さん知ってるところですと、表参道ヒルズとかですね、あれ昔同潤会っていう、こう低層のですね、古いアパートみたいなのがずっと立ち並んでたんですけれども、それをこう森ビルさんが開発していったんですけどね、ああいうものとかをちょっとこう手掛けさせていただいたり、そんな機会を得ました。ですが、この12年の間にですね、やっぱり最前線で働くのがとても辛くなったわけですね。何かいつもですね、こう戦いの最前線に送られて、よしみたいな感じで、こう爆撃をこう避けながらダダ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 ってやるみたいな感じ、それにちょっと疲れ果てた感じがありましたね。誰のために働いているんだろうか、自分は何のために働いているんだろうかということに迷った時期でもありました。心身が疲れ果ててしまって、心療内科に通ったりですとか、あとは、バセドウ病って甲状腺の病気なんですけど、30ぐらいの時ですかね、そうした病気にかかりました。その時にですね、私、英語の勉強も一生懸命頑張ろうと思っていたので、本を読んだんですけれども、メイドインジャパンというソニーの創業者、森田明夫さんという方がいらっしゃいます。森田明夫さんはやっぱ素晴らしい方でして、世界のソニーだから、自分の自伝的な小説も最初から英語で書こうと決めたわけですよ。そして当時の英語のジャーナリスト、外国人のジャーナリストさんと日本人のジャーナリストさんが組んで、で、森田さんとこう3人でですね、英語でその自分の自伝的な
手記というんですかね、あの自伝を書かれていったというのはこれメイドインジャパンです。でその後英語のものを日本語に訳したっていうのがありますね。私はあの英語の方と日本語の両方読ませていただきました。この日本語の方の監修、まあ、翻訳をされていたのが下村光子さんというジャーナリストの方ですね。で、日本人の方がこんな風にあの英語の本を作ったり、まあ、森田さんの、まあ、お手伝いをしたりされるんだなと思って、かっこいいなと、まあ、こうなりたいなと強く思いました。まあ、強い思い抱くっていうのは大切だと思うんですけれども、まあ、そこの時私自分が30ぐらいですから、まあ、10年以内にはですね、まあ、自分もそうやって英語で世界で仕事をするっていう場に行くことができるようになります。こうしたことがですね、自分にとってはやっぱり良かったのかなと思います。不動産を目指してはいたんですけれども、まあ、世界に目が向いていった。でその中でもなかなか不動産でその、外国語を話す人っていうのはいないもんですから、ありがたいことにこの後重宝してもらったりとかですね、そうした自分の世界がこう海外に向いていくっていうきっかけもあったので、まあ、全てはいろんなことがつながっているなと思う次第です。最後に今日はちょっと、森田さんがこのソニーの創業者の森田明夫さんがですね、オランダのフィリップスという、これはスピーカーを作っていたりとかする電気のメーカーなんですけれども、そのフィリップスの本社ですね、そこを訪ねる時のエピソードがあります。当時ソニーは本当にまだ、名前もないと言いますか、知られていない中小企業だったもんですから、フィリップスを訪ねたんですけれども、自分からその会社に入るっていうこともできず、その門前で帰るっていうことを森田さんがされるんですね。ただ、森田さん自分としてはこのフィリップス、世界的に有名なフィリップスがこの農業国オランダのこんな小さな片田舎でひっそりと佇んでるような、そういう企業だったと、それが今や世界のフィリップスになっていると、それであるならば、まあ、フィリップスにできたことならば自分たちもできるかもしれないと思って、ソニーが世界の大企業になるように、まあ、決意を固めるっていうくだりがあります。私も当時は本当に英語ができなくてですね、今もそれほど大したことはないですけど、すごく長い道のりやなと、自分が目標にしているところは本当に高いし、そんなところに行けるのかなっていう気持ちはありました。ですけれども、まあ、こういう本でですね、勇気を得て、おそらく日本人の気持ちを持っていたら自分にもいつかできるかもしれないと思ってですね、英語と、まあ、不動産の内容ですね、まあ、コツコツそういったことを頑張っていったっていうのがあります。これが、まあ後押しをされたっていうことですね。きっかけは非常に、まあ、悲劇なのかわからないですけれども、ネガティブな内容が私にとってはきっかけだったんですけれども、去年おととしぐらいですね、やはり不動産のいい仕事をさせていただくことができまして、この時の詐欺師に心から感謝したということがあります。この詐欺がなければですね、私も不動産でまさかやると思ってなかったわけですから、なので自分のこのキャリア、人生が不動産の方に向いていって、そして不動産で何か、一定の成果を出すことができる、まあ、それも全て思い返すと11歳の時にこうした経験があったからだなっていうことはちょっと思ったりします。はい、今日はですね、なぜ私が不動産を目指したのかというそのお話をさせていただきました。皆様からのご意見 ご感想、あるいはこういったものをやってくださいというご要望などありましたら、ぜひどんどんお寄せください。大変励みになりますので、嬉しく拝見させていただきたいと思います。こうした、発信の中でですね、またメルマガも私やってますので、そうした発信の中で取り上げて、ご質問があれば解決させていただきたいと思います。はい、今日もありがとうございました。